発見 TV プラス、どうも森本健太です。今月末にはシルバーウィークがやってきますね。今年は5連休なので旅行に出かける方も多いのではないでしょうか。そこで今回のテーマは、気になってたんですよ。年間およそ272万人が利用する空の玄関口広島空港。開港は1993年、3000メートルの滑走路を持ち、大型ジェット機も乗り入れ可能なため、国際線の利用客数は中四国一を誇っているんだ。国内線、国際線ともに5路線が運行し、今やビジネスやレジャーの移動には欠かせない。しかし今年4月、開港以来初めてとなる大きな事故が起こった。芦屋那航空機事故。事故発生直後から滑走路が3日間閉鎖、欠航のため多くの利用客に影響を与えた。その後運航を再開、事故機も移動され、滑走路は事故前の状態へと復旧したものの、この事故は大きな傷跡を残した。それは破損したローカライザーのアンテナ。飛行機は着陸の時、滑走路の中心線に向かって正しく進入する必要がありますが、その中心線を示すのがローカライザーです。飛行機の着陸には欠かせない装置なんです。標高の高いところにある広島空港は霧が発生しやすいんです。そこで安定した運航を行うためにキャット3という他の空港よりも精度の高いシステムが導入されているんです。現在どうなっているのかを見せてもらうと、これが新しく完成したキャット3用のローカライザーアンテナです。実は昨日15日からキャット 3A の運用を開始しました。9月19日に事故前と同じキャット 3B の運用も開始する予定です。これで完全に事故前と同じ状況に戻りますので、これで欠航の心配もなくなります。そんな順調に運航を回復した広島空港に8月から新たな路線が加わったぞ。アジアで発展を続ける香港への直行便が加わりました。香港ドラゴン航空が週2便定期運航を開始しています。さらに10月からは香港に向けた LCC が週2便新たに加わり、より利用しやすくなります。今後も一層航空機を利用していただくよう安全運航に努めますので、ビジネスや観光で多くの方に広島空港航空機を利用していただきたいと思います。事故前と変わらない状況に復旧するんですね。香港への新しい路線もできて、広島空港がより便利に魅力的になっていきますね。空の旅楽しみましょう。